疲れ様です。お仕事お疲れ様です、今回も始まりました、プロ格闘家高橋智也の京都格闘技通信。今回は、前回本間選手と、琥珀選手が来てくれたんですけれども、今回のゲストは七条最強島田博之選手、九州の喧嘩番長幸喜選手、マッスルエリート八田光選手、北区のナックルテクニシャン細見大輔選手、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ大丈夫いけるな。前回まあちょっと本間選手と琥珀選手が来てくれて、盛り上がったんですけれども、まだまだ、彼ら以外にも活躍している選手が、ボーンクラッシュのチームにはいます。その中の、前回、試合に、勝った、勝利した、4名に、来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ちょっと北区のナックルテクニシャンでちょっと噛んでしまって、ナックルテクニシャンって言えへんかったんですけど、それ聞いてました僕の。いや、ちょっと聞こえてなかったです。緊張しすぎて俺のこと興味ないんか。ちょっと幸喜選手、はい、顔色悪いですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。ライトの加減、ライトの加減ですか、はい、ライトの加減ですか。電気の加減です。電気の加減ですか。そうです、そうですか。ほなまあいいです。ほなとりあえず質問、前回の大会ちょっと振り返ってどうやったかっていうのを聞きたいんですけど、島田選手、はい、前回、大会振り返ってどうでしたか。感想は、感想は、楽しかったです。楽しかった。最初は緊張したんですけど、リング立って、やり合い始めたらやっぱりその緊張も抜けて、楽しく試合はできてたと思います。悔いは残ってないですか。悔いは、最後しばき合いになって、負けてしまったんですけど、でも気持ちいい試合ができたなと、終わった後は自分の中では感じましたね。よかったです。それやったら、よかったです。幸喜選手、はい、前回試合、はい、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。前回振り返ってどうでしたか試合。終わってみれば楽しかったし面白かったと思うんですけど、内容はあんまりよろしくなくて、すごい反省すべき試合でした。ちょっとバテてましたか。ひょっとしてバテてました。すみません。なんで。もういい、もういい。はい、すいません。お疲れ様でした。よかったです。いい試合でした。マッスルさん。はい。八田光選手、はい、この間、延長戦までもつれたんですけど、勝利、おめでとうございます。ありがとうございます。前回、振り返って、しんどい試合になったと思いますけど、どうでしたか感想は振り返って。いや、ほんまにやってよかったと思ってます。以上です。以上ですか。もっと喋ってええで。ラジオやで。そうですね。お前今のか腹立つな。男前やけどな今のな。あ、そんな感じですか、はい、そんな感じですか。来ましたね、ついに細見選手、はい、細見選手、はい、この間、はい、試合おめでとうございます。ありがとうございます。この中で唯一軽量級という、はい、背が高いのに軽量級っていう、はい、この間試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。KO 勝利おめでとうございます、はい、ありがとうございます。この間の試合、はい、どうでしたか自分で振り返って。初めての試合っていうことでとても緊張したんですけど、なんかリングに立ったら
そんなに緊張はほぐれて、もうその試合中はやっぱり練習のやっぱり成果っていうのが、冷静さが失われてたっていうか、やっぱ自分の戦い方ができなかったなっていうのもありますけど、やっぱり勝ったんで、勝った時の喜びがもうすごかったですね。友達が見に来るっていうのもやっぱり初めてやったんで、もうとても嬉しかったです。皆さん興奮しましたか？あの時はどうでしたか？コウキ選手どうでした？はい、興奮しました。いやもう、はい、興奮しました。どれぐらい興奮しました？高橋さん、なんすか？やばいっす。いやもう行こうや、行ったれ。いやもうそんな感じ。はい、興奮しました。ほんまに。どうでしたか島田選手、興奮しましたか？もうだいぶ興奮しました。どれぐらい興奮しましたか？溢れそうなぐらい。溢れそうな興奮しました。興奮しました。どうでしたか、光選手。溢れる以外ですよ。下ネタダメですよ。溢れてました。溢れてたんかお前、溢れてた。溢れてました大丈夫かそれ。大丈夫か、脱水症状とかちゃうん？大丈夫。大丈夫っす。おっしゃおっしゃ。細見選手は溢れてたんですか？もうだいぶ溢れてました。溢れてたな。お、一緒のこと言うたな。すいません、ほんま、すいませんって、なんか俺悪者みたいな大丈夫コウキ？あ、大丈夫っす。あ、コウキ選手大丈夫ですか？大丈夫です。あ、大丈夫ですか？おっす。そうすか。おっす。いや、まあ、まあ、この間の、まあ、試合は試合で、皆さん本当にお疲れ様でした。本当にいい試合でした。うん、まあ硬い部分もあったりで、緊張してちょっとこういつも以上のスピードが出へんかったりする選手とかもいたんですけれども、やっぱり勝ちっていうことはやっぱり試合する中ですごい大事なことなんで、格闘技やってる以上やっぱり負けてしまうとなかなかこう上に上がれない。でも勝ったら次のステップがあるんで、それにつなげたっていうのはすごい大きいことだと思います。本当に、おめでとうございます。まあ試合のことはさておき、ちょっと仕事のこととかをちょっと聞いていこうかなと。まだ時間もあるんで、うん、島田選手は仕事は何されてるんですか？いや、1号線のとこの三谷新道というとこで銅関係やらアルミ関係やらメッキ関係の仕事をしてます。ああ、それで持って鍛えてるんですか？はい、もう持って鍛えます。持っていろんなとこ鍛えてるんですか？はい、そら だいぶ鍛えられました。だいぶ鍛えられましたね。上半身も下半身も鍛えられました。はい、特に下半身の下半身の方が鍛えられました。はい、あ、もうあんま聞かんようにします。そらもうこれ以上言ってしまうとあかんねん。コウキ選手、はい、仕事は何されてるんですか？自分今日も一緒やったけど、はい、はい、高橋組っていう、はいはい、解体屋さんで、はい、解体屋さん修行の身です。はい、はい、今日は仕事何してたんですか？今日仕事、今日一緒に、一緒にいましたか、現場？今日一緒にいました。あ、いました。はい、あ、ほんまですか？どこで何してはりました？彦根で、はい、彦根で何してはりました？解体してました。解体します。あ、はい、ほんまですか？あ、ほんまですか？あ、お疲れ様です。こちらもお疲れ様でした。八田選手、仕事は何されてるんですか？ニートです。学生です。はい、目指し目って言うと、目指してるものは何ですか？パイロット目指します。パイロット目指してます。こんなムキムキの人がパイロット目指してます。よろしくお願いします。光る、八田光る、マッスルエリートパイロット目指してます細見選手、仕事何してるんですか？公務店で現場監督の仕事してます。名前は言わんでいい？言わんとく？あ、名前は言わんとくか。はい、わかりました。まあ先週、まあ、格闘技、まあ、やってる選手とか、結構いると思いますけど、まあ、いろんなこう仕事をしながらとか、ほんまにやることってすごい大変やと思います。でも彼らはそれをこなして、もうちゃんとしっかり練習して試合に出たり、して怪我とかもありますけど、言い訳せず、しっかり、やってます。まあ、これからも、このラジオを見てる方、彼らを応援してください。ボンクラッシュのことも、あと
僕もタイトルマッチあるんで、僕のタイトルマッチの時はもっと応援してください。お願いします。お願いします。ちょっと、次ゲスト、コークスプレイドのコークスプレイドというチームがあるんですけど、そこの代表さんがちょっと出なかったんで、さっき電話に、副代表に一応ちょっと電話を、まあ今からします。なんか喋っといてよ。で雑談を。飯何食いたい？何食べます？何でもいける。何でもいける。肉何がや？大輔何がや？肉いいですね。肉いいか。はい。餃子か。もしもし、あ、川本選手ですか？川本選手ですか。今ちょっとラジオで島田選手と八田選手と細見選手と幸喜選手に来てもらってるんですけれども、次のちょっとゲストで川本選手、新井選手、長谷川選手、ヒトラ選手、山村選手をラジオでゲストで呼ぼうと思ってるんですけれども、さっき新井選手が出なかったんで副代表の川本選手に電話したんですけれども、次来てくれるかな？なんでやねん、なんでやねん、おい大丈夫ですか？はい、わかりました。はい、またほな、次、来週よろしくお願いします。わかりました。はいはい、すいません、真面目やな。はいはい、そんな感じで、もうあと2分ないです。もうこの2分が長いね。この間も長かったよ、長かったよ、俺ばっか喋っててもあかんやろな。喋る？なんかお喋って、ほな一言ずつ最後一言こう順番に一言。今年の目標みたいな、これから何こう頑張っていきますみたいな。これからちょっと勉強頑張っていきます。はいはいはい、これから2級建築士の資格を頑張って取ります。はい、これからパイロットになるために勉強してます。家を買ったんでバリバリ働いてちょっと借金返済に頑張っていきます。ローン返してください。頑張ってください。はい、皆さん頑張ってください。次はコークスプレイドという、ボーンクラッシュともちょっと仲のいいチームなんですけれども、そこの代表の新井選手、川本選手、代表副代表の、新井選手、川本選手、あと、山村選手、あと軽量級トーナメントのチャンピオンでもある、ヒトラ選手、あとは、山村選手、その5人は前回の骨折りの方でも活躍して勝った選手です。唯一コークスプレイドというチームの中でも勝った選手です。次、まあ、その5人が来るんで、また、よろしくお願いします。まだタイトルマッチもあるんで、そのことも日にち決まったりしたら詳しく言いますんで、またこれからも、この京都格闘技通信、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。